末光警察ミッドナイトランナーで中島健と平野仕様の美和気が話題沸騰、沸騰。ファンの期待と視聴率の葛藤。日本テレビ系列のドラマ、末光警察ミッドナイトランナーが、セクシーゾーンの中島健ととキング・アンドプスの平野仕様のダブル主演で話題を集めています。 特に第3話では、美脇が視聴者を魅了し、SNS 上で熱い議論が巻き起こっています。本校では、この注目のドラマと視聴者の反応に焦点を当て、その背後に潜む興味深い要素を探ります。第1章、末光警察の魅力と視聴率の推移。 末光警察ミッドナイトランナーは警察学校に通う本間会中島健人と一ノ瀬次郎平野氏、陽が結成したバディを中心に予測不能なフルスピードサスペンスを描いています。第3話では誘拐組織に立ち向かうストーリーが展開され、特に開始直後の脇ケロ出シーンが話題となりました。 視聴率に関しては、第1話が11.2%でスタートし、第2話が9.0%、第3話が8.4%という数字が報告されています。一般的には視聴率が下がる傾向が見られますが、その中で、末光警察は利脇の露出などの要素が注目を集め、視聴者を引き込んでいます。第2章。 微脇シーンが引き起こす視聴者の興奮。第3話の冒頭で登場した誘拐組織のシーンでは、中島健人と平野紫耀が両手を縛られ、上半身服を着ておらず脇毛が全面にさらされていたとのこと。これについて、ジャニーズファンからは、それだけでたまらない、といったコメントが上がっています。 SNS 上では放送中に二人の服を脱いだ姿にファンが盛り上がり、血管が浮き出てたまらん、ケントくんのメガネコレクションが今後も楽しみ、あんなにかっこいいのに脇毛が生えているんだ、などファンの興奮が垣間見えます。これが視聴率の低下に歯止めをかける鍵となっている可能性が浮上しています。第3章、制作陣の戦略と視聴者の反応。 一方で、ドラマには視聴率低下に対する不安の声も聞こえてきています。これに対し、日本テレビ関係者は、脚本を変えるのは難しいから、もう二人の脱ぎ、シーンをいかに増やして視聴者を釘付けにするかが鍵を握ってくるとの見解を示しています。 これは興奮を呼ぶ要素を強化することで、ドラマ全体の魅力を引き上げ、視聴者の飽きを防ぐ狙いが込められていると言えるでしょう。制作陣は視聴者の反応を把握し、SNS 上でのコメントや議論を積極的に取り入れながら、今後の展開にどのようにつなげていくのかが注目されています。 微惑シーンが一つのトリガーとなり、ドラマ全体に新たな興奮を呼び起こすことが期待されています。結論、期待と不安の入り込んじる、末光警察の未来。末光警察ミッドナイトランナーは中島健人と平野潮の魅力に、加えセンセーショナルな微惑シーンが話題となり視聴者を引き込んでいます。一方で、視聴率の低下に対する懸念もあります。 制作人が注目するのは、どれだけ興奮を呼ぶ要素を巧みに取り入れ、視聴者を引き続き釘付けにできるかです。これからの展開次第で、ドラマの評価や視聴率が変動することは必至です。期待と不安が入り込んじる中、末光警察の未来に注目が集まっています。の未来